本校では埼玉県の貝塚の一覧を取り上げる。縄文時代には表記の終了に伴う海面の上昇により、現代では海に面していない埼玉にも湾が入り込んでおり、多くの貝塚が形成されていた。埼玉の貝塚の数は110カ所を超え、特に縄文改新が進んだ縄文時代前期の貝塚の数は多い。貝塚の年代等については、 各種の資料ごとに差異がある。例えば、岩月の黒谷貝塚は、埼玉県の史跡一覧では、縄文前期の貝塚とされているが、蓮田氏の資料では前期のみならず、縄文中期、後期の貝塚でもあるとされる。以上のように資料によって差異があるが、ここでは、埼玉県の県指定等文化財リスト、埼玉県立博物館の資料を中心に、蓮田氏の資料など、 各行政の資料を補助的に使用して再録した。縄文時代の関東平野斜線部分は、縄文時代には、海だった地域東気流7地形と、海塚分布より見たる、関東定地の旧海岸線地理学評論、に P597 から607、P659 から678、 p746 から773内の図から埼玉で発見されている貝塚の年代は、縄文早期紅葉から縄文前期紅葉にかけて増加している。この時期には、海は埼玉を越え、栃木県西南の渡良瀬せ遊水地のあたりまで広がり、奥東京湾が形成されていたためであると考えられている。気温と、ともかい水面が上昇する縄文海進によって、 9000年前頃には関東地方の陸地が海に侵食され始めた。縄文海進は6500年前頃にはピークを迎え、現代より2から3メートルほど海面が高い状態にあったと考えられている。縄文海進のピークは5300年前頃まで続いた。しかしその後海面は一旦低下して、埼玉の地から海は引き、縄文前期抜擁には、 埼玉には、貝塚はあまり見られなくなる。その後、縄文中期初頭以降再び海面は広がっている。3500年ほど前から、海は再び後退し始め2000年前には、奥東京湾は消滅している。埼玉全体としては、縄文前期の貝塚の数が多いが、国の史跡である岩月の新福寺貝塚や県史跡で、ある、かすか市の新名貝塚、川口市にも、 県史跡に指定される、貝塚軍など縄文後期にも、複数の貝塚が現れている。貝塚の主な形成期欄におけるうちは、時代細分。例えば縄文前期は、縄文時代前期の中で黒浜式土危機の意味。花石火葬式器は、およそ7000から6700年前、関山式器はおよそ6700から6450年前。 黒浜式機は6450から6050年前、初組織機は6050から5600年前、勝坂式機は5380の4900年前、カソリー式機は4900から4420年前、堀の内式機は4240の3820年前、カソリー式機は3820から3470年前である。 主たる貝、その他の回欄には、貝塚を形成する貝の種別を示した。冠水は塩辛い水、つまり、海水のことで、循環は、海産性の貝のみで、主観は主に海産性の貝で形成されていることを、表す。翡水は、海水と淡水の混じった川口付近の水のことで、翡水性の貝は、大和しじみが代表である。また、 マシジミなど炭水産の貝を主体とするものもある。埼玉県の貝塚は以下のように分布している。は、寒水性、は、気水性、または、泡寒性、は、炭水性の貝を主体とする貝塚である。は、埼玉県外であるが、奥東京湾採用の栃木市篠山貝塚郡や、古賀市の貝塚郡である。縄文海進の最盛期には、海がここまで及んでいた。 埼玉の貝塚の配置縄門前期出店は1データはによる。拡大図はこちら。埼玉の貝塚の配置縄門中期から後期出店は1データはによる。拡大図はこちら。ありがとうございます。